ながら今日は名古屋に来ております。伊達武将隊河原版のメインパーソナリティー茂庭綱本様。いやー、皆さん祭り楽しんでおりますか。声が小さいですが、楽しんでないのかな。祭り楽しんでますか。楽しんでます。お菓子欲しいですか。欲しいです。わしのラジオ聞きましたか。聞いてません。ちょっとだな、そりゃそうじゃ。わし茂庭綱本はラジオをやっております。毎週土曜日昼12時からの25分間伊達武将隊河原版と銘打ってな。仙台ではレイド FM というラジオ放送局で放送しておるが、こちらではインターネットラジオのラジコというもので聞くことができるらしい。皆様からのお便りもどしどし募集しておる。ぜひぜひ聞いてみてください。わしは400年前より政宗様を陰から支えてきた。現代ではラジオという声の戦にて政宗様を支えておる。いつの時にも親方様を陰となり手を守りいたすのが某の役目と心得ておりまする。お便り待っておるぞ。仙台藩初代藩主奥州の覇者六番竜伊達政宗様、親方様。神の子として生まれにせよ。恩師古斎宗一に人の生きる道、人を生かす道を学び、京都の都に住まい、かの太閤豊臣秀吉殿と渡り合った歳月は、わしのもてなしの心を育んだ。この現代においては民の笑顔と共に生きようと、わしが天が送らう独眼竜伊達政宗じゃ。
カシかカシカシ。お待ちかねでございましょう。カシマキに移りましょうか。待ってますか。さあ次は振り方のポーズはこちらのステージへお上がりください。さあ私が申し上げるまで動かないでください。皆さんあのルールがございますので動かないでくださいね。はい、さあそれではちょっと皆様気が付いているようですので先にルールからご説明いたしましょう。どうぞこの方を上へお上がりください。さあ会場の皆さんはですねこの間のスペースは小学校以下のお子様のみのスペースでございます。小学校以下のお子様のみこちらの中にご来さーよろしいでしょうか。はい、海も行ける、海も行けるな。そしてですね、全部たくさんのお客様にいらっしゃっておりますので、あのお怪我のないように前の方を押したり、指かぶさったりしないようにしてくださいね。こちらの中のステージは小学校以下のお子様のみのご参加でお願いいたします。またあのその周りもですね、あのお子様を抱いてのご参加をお願いください。また皆さんスタッフが子供たちの方々様を撮ってますね。小さなお子様連れのお客様どうぞ。行けるか、撮れるかな。怪我してはならんぞ。そうですよね。あ、あ、まあ、踊りました。皆さんこの名古屋の皆さんの。すごいですよね。素晴らしいな。純粋におかしな。赤い服着た方もおるな。そうなんですよ。違うぞ、鹿が多い、鹿が多い。はい、まだまだはい、私も勝ちます。はい、はい、はい、さあ、それではここでもう一人皆様方に素敵なゲストをご紹介いたしましょう。それでは初め、おなさんデイリーですけど、どうぞ番組にお話しください。デイリーファーストかな。さあ、キラッとメイ、キラッとナベアメイツ、富永ゆきさんにも本日はこちらの頭切りをごめん、知らない、キラッとナベアメイツって何。よしこ、それでは皆さんご一緒にお願いしたいんですが、会場の皆さん楽しめますか。お菓子やっぱり欲しいな。はいはい、ダゼム商売かっこいい。ありがとうございます。さあそれではお手伝いとして投げ一つになってカシマキ届けてください。それではカシマキスタートです。よろしくお願いします。お失礼いたしました。よっしゃ、じゃあ早速、さあ後ろのお客様にも届くように遠くまでお願いします。行くぞー。せーの、よっしゃー。唐揚げのボタンだぞ。難しいな。唐揚げのボタンだ。さあそしてなんとですね、箸が振ってる。皆さんお会社の皆様に参加いただいていますのでお手伝いしてまいりましょう。唐揚げのボタンだ。外国人の女性がオーマイガーッと来ました。はい、お気遣いいただいてありがとうございます。そうですね、サイドの方にも楽しみにしてください。レバ先じゃん。さあ、桜田さんも大丈夫ですか。伊達が招待じゃん。自分のレビースター。よいしょー、できました。よいしょ、これが桜田でございます。今度は後ろのお客様届いてますでしょうか。会場の前の皆さんも、私笑ってないっていうアピール、一生懸命やってくださいね。こっちこっち
害のないようにお願いいたします。落ちたお菓子を拾うときはスペースのあるときにしてくださいね。スペースのないときは大変危険ですので。悪いやつはあまり困るのだよね。そうなんですよ。でも悪いものはなかなか遠くまで行かないんですが、あの上手じゃないですか。さすがでございますね。はい、よっ、唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ作るか。よっ、はい、お菓子はスマッキです。もう追いかけてしまいました。落ちてきますんだ。いや、これで終わりだ。ずんだもち唐揚げ、はい、じゃあもうずんだもち、牛タン焼き。さあ、ただただお菓子も発売しました。箸が尽きたみたいですね。ようやく、デビスターじゃ、まだあった。最後の、お、じゃあ、はい、あの、これで終わってみる。行きましょう。お、お、手裏剣のようでございます。以上だ。ありがとうございました。それでは武将隊の皆さんにも最後に一言いただきましょうか。最後、みな今日1日目名古屋祭り楽しめたか。楽しめました。それでは最後にみなで勝ち抜きをあげる。この伊達武将隊の勝ち抜きはエイエイオーを3度繰り返します。皆様右手をお上げくださいませ。さあ、鼻から声を出せ。いざ、エイエイオー、エイエイオー、エイエイオー。ありがとうございます。終わりやしたー、鹿島木終了。それでは皆さん、それでは皆さん、できますね。まだまだ武将隊の皆さんもね、こちらの会場にいらっしゃるようですので、どうぞエンジェルフラワーがゆっくりとお楽しみください。それでは、武将隊勢ぞろいにね、写真を撮ってますね、皆さんね。これは伊達武将隊じゃないだろう。伊達武将隊さんじゃないですね。白石さんです。白石さんですね。白石、白石の武将隊さんですね。すげえ人気あるね、やっぱこういうの。
ません、写真撮ってます僕ね。なんかちょっはい、合流しました。目線こっちお願いします。生徒を見てきますよ順番に待ってくれると思いますけど、あっちもいいさはい、あ、来た来た、はい、サルトビサスケさんどういうねですね。支援してるこれ。あ、汗取らせてください、お願いします。すごい人気がありますね。あ、阿波踊り太鼓連の人出てきたんですか。白石武将隊のさんとサルトビサスケさんで、武将隊さんと向こう側にいれます。もう一回行きます。ウィー、武将隊さんたちもですね、まあ、人がいっぱいでもすごい綺麗ですね、この着物がね。はい、阿波踊り太鼓連の人たちが準備をし始めました。阿波踊りらしいです。これから、よろしくお願いします。あ、すいません。はい、ちょっとごめんなさい。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。しっかりと名刺をいただきました名刺をいただきました名刺配ってたんで目ざといちょっと待ってくださいねって言われちゃったもんね、写真タイムになっちゃってチャンスは何待ったと思う名刺ね、名刺のチャンスを白石戦国武将隊の取り巻きがちょっと梅さん目ざとい何ですか、僕は一方で一生懸命演舞をこうやってやってる間なんかこっち側見てるなと思ってたら武将見たよ下面隣にね、サルトビこういう時はあれですね、名刺お持ちですかって聞くのがいいかもしれないです。そしたら、はい、はい、貴重な梅さん、梅でいいのかな、梅でいい、梅お梅ですよね、やっぱり お梅、梅さん、お梅ですね。写真タイム長はい、阿波踊り太鼓連の人たちが頑張ってます。まあ、阿波踊り太鼓連の人もね、毎年出てきますね。で、レーザーです。レーザーどこに向かってるかというと、レーザービーつるかな。はい、テレビ塔のあの緑の点ですね。
テレビ塔の緑の点が今のレーザービーム照射点です。白い戦国武将隊の写真撮影タイムがまだまだ終わりません。あの緑の点がそうですよ、そうですそうです。なんかすごいさ、位置が全然違うように見えるんだけど、まあ高いですから全然見た感じが全然もっとずっと上の方ですね。なんだろう、あのさっき練習してたダンスチームの人たちが来た。タケモンさんがかわいい姉ちゃんかわいい姉ちゃんと反応してる。姫さんを見てから飽きた来た太鼓連、雨踊り太鼓連。あれどん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 やりながら会場入りしてきますよね、去年のパターンでね。はい、阿波踊り対抗連の人たちが集まってます。これ知らない人たちはこうやって向いてるんですよね、こうやって後ろに向いてて、後ろからどんちゃん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 ってくるんですよね。僕去年経験済みです。あら、いろはすさん、ありがとうございます。なんか名前が僕の ID になってる。もうちょっと入れるかな、19時ちょっと過ぎまでなんで、もうちょっと入れるかなと思うんですけども、まだまだ白石戦国武将隊の人たちの写真撮影大会が終わりません。サルトビサスケさんとお梅さん、お梅さんさっきね、名刺をいただきましたね。写真もしっかり撮らさせていただいたんで。落としてないよ。あー残念。なんかわけわからん。なんかわけわからんですけど。はい、お梅さん、あ、来たよ、太鼓連、阿波踊り、あっちから来ますよ。さあ最後ですから映しておきましょうね、阿波踊りね。一生懸命あの女の人たちが走ってくる、去年もああいう風だった。このね、赤い発表、赤白の発表を着た人たちが一番綺麗。好みで言うと、阿波踊り対抗連の人たちによる阿波踊りです。林は今向こうでやってますね。始める前に1回